神宮寺雄太と平野市洋、ジャニーズ退場後の動向に反感機、飛べ参加で新たな可能性。ジャニーズ事務所を5月22日に退場した元キングプリンス、キンプリの神宮寺雄太25が10日、インスタグラムを更新しました。彼は、初プライベート写真とのコメントとともに、平野市二26との2ショット写真を公開しました。 神宮寺は初プライベート写真、ショート遊びに行ってました。また遊びに行こうね。最後の3枚目はお気に入りですが、ここだけの話、従前風です。内緒ね、と投稿しました。3枚目の写真には、平野が方にご飯粒をつけている姿が写っています。フォロワーたちは喜びの声を上げました。 こういうプライベートを見たかったのよ仲良い二人の写真を見れて嬉しいすごく身近に感じる。プラベショット可愛すぎる新しい神宮寺くんに会えて幸せといったコメントが寄せられました。神宮寺と平野は5月22日にジャニーズ事務所を退所しました。そして7月7日、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明さんが設立した新会社、とべ、 ジュービーの公式 YouTube チャンネルに登場し、同社に合流することを発表しました。また、平野もこの日、自身のインスタグラムを更新し、神宮寺とのマグロデートの様子を投稿していました。神宮寺ゆ太と平野仕様の写真が公開されたことで、多くのファンが喜んでいます。ジャニーズ事務所を退所した後も、彼らは新たなプロジェクトに挑戦し、 ファンとのつながりを保っていることがわかります。神宮寺雄太と平野潮は、ジャニーズ事務所に所属していた機関を通じて人気を集めてきました。特に、キングプリンス、キンプリとしての活動は多くの人々に支持され、その人気は日本だけでなく、海外にも広がっていました。彼らの退場後、多くのファンは彼らの今後の活動に関心を寄せており、 彼らが新たなステージでどのような姿を見せるのか期待しています。滝沢秀明さんが立ち上げた新会社、戸辺に神宮寺勇太と平野紫耀が参加することが発表されたことは多くの人々にとって驚きでした。滝沢秀明さんはジャニーズ事務所での長いキャリアを持ち多くのアーティストの育成に携わってきました。そのため、 彼らが新たなスタートを切る場として飛べを選んだことは注目されています。神宮寺雄太と平野志耀が投稿したプライベート写真はファンにとっては貴重な一瞬を切り取ったものとなっています。これまで彼らが公開してきた写真は主に仕事の一環としてのものであり、彼らの日常やプライベートの姿を見ることはできませんでした。 しかし、今回の写真は、そんな彼らのプライベートな一面を垣間見ることができる貴重なものです。神宮寺雄太と平野耀の写真には、二人の仲の良さが伝わってきます。笑顔で楽しそうに過ごす彼らの姿は、ファンにとって心温まるものでしょう。また、彼らが新しい道に進む中で、お互いに支え合っていることも感じられます。 これからの彼らの活動に期待が高まります。神宮寺雄太と平野耀の写真を見たフォロワーたちのコメントからも彼らが愛されていることが伺えます。彼らの退場後も多くの人々が彼らを応援し続けていることがわかります。神宮寺雄太と平野耀は多くのファンにとって特別な存在であり、彼らの新たな活動に対する期待は高まるばかりです。 神宮寺雄太と平野市洋が退場後に新たなスタートを切ることは彼ら自身にとっても大きな挑戦となるでしょう。しかし彼らは多くの人々からの支持と応援を受けながら新たな道を切り開いていくことでしょう。彼らの才能と魅力はこれまでの活動で証明されており、そのまま新たな舞台に生かされることでしょう。 滝沢秀明さんが立ち上げたとべという新会社に参加することは、神宮寺雄太と平野紫耀にとって大きなチャンスです。滝沢秀明さんは、ジャニーズ事務所で培った経験とノウハウを持ち、アーティストの成長をサポートすることに長けています。彼らがとべで新たな可能性を追求し、多様な活動を展開していくことが期待されています。 また、神宮寺雄太と平野耀のインスタグラム投稿によって、彼らのファンとの絆がさらに深まったことも明らかです。フォロワーたちは彼らのプライベートな姿を垣間見ることができ、その温かさや仲の良さに感動しました。これにより、ファンとアーティストとの間により強い結びつきが生まれ、支持や応援がさらに増えることでしょう。 神宮寺ゆ太と平野耀の今後の活動には多くの期待が寄せられています。彼らは歌唱力や演技力に加えて明るいパーソナリティや親しみやすさを持ち合わせています。そのため音楽活動や俳優業だけでなくバラエティ番組や広告など様々な分野で活躍する可能性があります。さらに神宮寺ゆ太と平野耀は 若い世代だけでなく幅広い層から支持を受けています。彼らの魅力は国内外に広がっており、グローバルな展開も期待されています。今後は国内外の様々な場所での活動や交流が実現し、日本のエンターテインメント界に新たな息吹をもたらすことでしょう。 まとめると、神宮寺雄太と平野志耀がジャニーズ事務所を退所してからの動向に注目が集まっています。彼らの新たなスタートは多くの人々にとって期待と興味の敵です。滝沢秀明さんが立ち上げた戸辺への参加やプライベート写真の公開などを通じてファンとの絆がより深まりました。 神宮寺勇太と平野耀は才能と魅力を持ちながら新たな道を切り開いていくことでしょう。彼らの今後の活動に期待が高まります。ファンとの絆を大切にしながら、多様な分野での活躍を果たすことで、日本のエンターテインメント界に新たな魅力をもたらすことでしょう。彼らの輝かしい未来に期待しています。